さらにはその寛大の後半になりますと、天井をドーム型に作るという。なぜドーム型に作るかというと、天がドーム型と考えられているので、ドーム型に作っているというふうに考えられています。これを、立体的に復元しますと、このようにお墓が宮殿であると同時に、その天井にドームがあって、時にはそこに北斗七星、北極星などの星座が描かれることがあるというね。日本でも高松川古墳にこう壁画があって、天井には北斗星が描かれていますが、そういうものの遥か遠い起源になるお墓の作り方が、この神官の時代になって非常に新しいやり方として生まれてきたという。なぜそういうふうにお墓の仕組みが変わっていくのかということが問題であります。